芝光音工、万象堂、築宗絵手により、芝光1086年10月11日は、中国北宋時代の儒学者、歴史家、政治家。字は君見。泉州夏県、水郷の人。号は、右宗。送り名は文章。恩国公の爵位を贈られた。このため、芝音工、芝文正公と呼ばれることも多い。また、水先生とも呼ばれた。祖先は、清津の高祖、宣帝、芝夷の弟、芝誠だと言われている。歴史書、史実願の編者として著名。政治面では、旧法派の領袖として、王安石ら新法派と対立した。1038年に進士となる。高祖父の芝林も、曽祖父の芝生も、祖父の芝も、進士で、父の芝池は、兵部郎中であった。養子に、芝靖がいた。明の芝誠はその後裔という。1067年、神宗は即位し、王安石を用いて、新法を断行する。当時、翰林学士の芝光は当初改革には賛成であった。しかし、王安石が官僚の既得権を侵して政治の一新を図るや、否や、直ちに反対の立場に転じ、枢密院を根拠とした王安石反対派と連携して、強硬に新法の反対を主張した。芝光は王安石の譲歩にもかかわらず、新法の撤回を要求したため、ついに朝廷から退けられ、服と落葉に事実上の隠居生活を送ることになった。これ以後、芝光は同じく新法に反対する同調者と共に、日夜新法の反対を主張してやまなかったと言われている。このように朝廷の意向に反対の立場をとっていた芝光であるが、先代の英宗以来、神宗からも絶大な信頼を得ていた。特に、史実願の編纂を思い立った後、英宗に特別の便宜を与えられて、その完成を期待されていた。また朝廷から退けられた後も、神宗から史実願の名を受けている。この書は、芝光の洛陽院政治に完成した。1085年、神宗が崩御して、彬宗が10歳で即位すると、摂政、信人太閤公子の命により、宰相となって中央に復帰した。この時、芝光は新法を全面的に廃止し、すべて新法実施以前の法に戻すべく、政権を運営したが、あまりの極端さに、同じく新法の廃止を主張する祖職などの友人、部下からも反対されるほどであった。しかし芝光の名声は天下に鳴り響いていたこともあり、多くの官僚が芝光の発言に揶揄をし、ついには、新法書制作の中の根幹の一つであった、訳法を変更するに及び、その弊害は、以後10年近くにわたって影響した。かくして、新法の廃止に全力を注いだ、芝光であったが、在任8ヶ月にして病死した。死に際しては、知見未見を問わず、多くの人々が惜しんだと、旧法派関係の資料は口を揃えている。旧来、芝光の評判は、すこぶる高い。それは彼の属する旧法派の流れを組む朱子学が学会に君臨し、芝光を激賛したことにも原因がある。この立場からするなら、芝光は君子の中の君子として、ほとんど非の打ちどころのない人物として描かれることになる。その一方、近代以後に発展した経済史学的見地からすると、芝光は旧来の大地主、大商人を擁護し、それらの政権壟断の打破を狙った新法を排除した反動的政治家の一人と目されることにもなった。芝光は王安石の新法の意義を全く理解できなかった単なる支給派の領袖以外の何者でもないとみなされもしたのである。あるいは芝光が在任わずか8ヶ月で死去したために王安石の新法に代わる方策を考慮していたとしても、それを打ち出すまでの時間すら残されていなかったとする見方も生まれた。しかしいずれも、表者の立場の相違によるものであるので、芝光を知ろうとする場合は、表者の立場をあらかじめ知っておくことが必要である。史実願は、紀伝体全盛の当時にあって、あえて慶初春秋の編年体に倣って制作された歴史書である。春秋の後から、宋の前の五代に至るまでを扱った、この書は、皇帝よりの便宜の賜物でもあるが、当時の史学者の第一人者、劉弘氏や、寛大氏の著名研究者、劉、弟子の韓総浦の助けを得て、当時集めうる資料を網羅した資料集を作り、さらにそれに、柴光が手を加えるという方法をもって制作されたものである。書名の通り、皇帝の治世の道具のために書かれたものであるが、柴光の名も手伝って、すこぶる好評を博した。埼玉県熊谷市、桓騎院本殿東派府下の柴音公の瓶割、彫刻柴公は、幼少の頃から神童として知られていた。7歳の時には、冊春秋の講義を聞き、家に帰ると、家の人たちに聞いてきた内容の講義をしたという。また、子供の自分、庭で友達と遊んでいたところ、仲間の一人が誤って水がめに落ちてしまったが、他の子供は何もできずに、ただおろおろしていた。柴光は落ち着いて石を投げて水がめを割り、水を抜いて仲間を救い出したという。ありがとうございます。